皆さん、こんにちは。歌舞伎役者の市川猿之助さんは、舞台だけでなくドラマや映画にも出演しており、半沢直樹にでは迫力のある演技が話題となりました。そんな市川猿之助さんは、2023年5月現在、47歳ですが結婚はしておりません。そして、結婚しない理由がなんとお姉だからなのではないかと話題になっています。しかし、歴代の彼女には、蓮佛美沙子さんや蒼井優さん、大和田美穂さんの名前がありましたので、お姉ではないのかもしれません。市川猿之助さんは現在、47歳で独身です。結婚してお子さんがいてもおかしくない年齢ですが、結婚しない理由がお姉だからなのではないかという噂があります。なぜ、そもそもお姉と言われるようになったのでしょうか。2つの理由を見ていきたいと思います。市川猿之助さんがお姉と言われる理由の一つ目は、実は男性好きなのではないかという疑いがあります。市川猿之助さんといえば福山雅治さんの大ファンとして有名で、プライベートでも親交があると言われています。福山雅治さんが市川猿之助さんの舞台の楽屋にのれんを送ったこともあります。大河ドラマ龍馬伝をはじめ他のドラマでも共演しています。市川猿之助さんは福山雅治さんのことをマシャニーと呼んで慕っていたようです。福山雅治さんのことが大好きすぎて男性好きなのではないかという声もありました。福山雅治さんをはじめとする有名人男性との親交はあるものの、女性との噂がほとんどないことからもお姉なのではないかといった噂が出たのかもしれません。さらに市川猿之助さんがお姉だと言われている理由があります。市川猿之助さんがお姉と言われる理由の二つ目は、お山が美しすぎるというものです。市川猿之助さんは歌舞伎ではお山を演じることがあります。所作など一つ一つをとっても綺麗です。女性の方から見ても美しさにうっとりしてしまうのではないでしょうか。そしてあまりの綺麗さにお姉なのではないかという噂が出るようになったと言われています。役作りのために普段の生活においてもお山が出てしまうこともあるのかもしれません。しかし半沢直樹にではお姉の噂などどこかへ吹き飛んでしまうような迫力のある演技をされています。市川猿之助さんはお山をはじめ多種多様な役柄をこなせる役者さんであることは間違いありません。では市川猿之助さんが結婚しない本当の理由は何でしょうか。それは市川猿之助さんご自身が TV 番組で結婚しない理由を語っていたことがありました。結婚がただ単に面倒くさいからというものです。2017年2月7日に放送された笑福亭鶴瓶さん司会の巷の話に出演された時のことです。笑福亭鶴瓶さんに結婚しない理由を聞かれていました。結婚はしないのかという質問に対して市川猿之助さんは、結婚って面倒くさいじゃないですかと述べています。絶対家に帰って誰かいとかないとダメだと笑福亭鶴瓶さんは述べますが、セコムでいいじゃないですか、今は話す家電がいるから十分と言ってのけます。市川猿之助さんが結婚しない理由は面倒くさいとのことでした。好きだから結婚したいって思うのはどうかと思うとも語っています。例えば結婚していない方がうまくいくこともあるでしょうと述べています。それに対して何を見てきたんや、変なもん見すぎやとすかさず突っ込まれていました。市川猿之助さんにとっては好き結婚ではないようです。結婚は面倒くさい、自由がいいと語っていたことからも束縛されるのが苦手なのかもしれません。以前ダウンタウンノーという番組に出演された際には、市川猿之助という名跡は継がなくてもいいというような発言をしています。もちろん市川猿之助さんの一存で決められることではありません。それを聞いた共演者の一人松本人志さんは、途絶えさせたらダメですよねと問いかけると、途絶えさせても逆に面白いかなとと冗談のようなことを言っていましたが、本心は分かりません。おそらく市川猿之助さん流のバラエティ番組のボケだと思われますが、後継について面白おかしく答えていらっしゃいました。結婚して後継者を残してほしいと思うファンもいるでしょう。市川猿之助さんが結婚しない本当の理由はお姉だからではなく、面倒くさい、自由でありたいということのようです。
市川猿之助さんが結婚しない本当の理由が面倒くさいということでしたが、今まで一度も結婚をされたことはないのでしょうか。一流の歌舞伎役者ですので、さぞかしモテることでしょう。しかし市川猿之助さんには結婚歴がありません。それでも噂になった女性はいらっしゃいます。一人目は蓮佛美沙子さんです。蓮佛美沙子さんとはドラマ七瀬再びで共演しました。ただこちらはお二人のツーショット画像など確定的な情報もなく、共演者ということで噂になったということでしょう。二人目は蒼井優さんです。蒼井優さんとは大河ドラマ龍馬伝で共演をしています。ただこちらもツーショット等はなく、共演者だけの間柄だったようです。3人目は大和田美穂さんです。大和田美穂さんとも大河ドラマ風林火山で共演しています。大和田美穂さんとも共演者というだけで特に熱愛に発展したという確証はありません。こうして見てきますと共演者の方と噂にはなるものの、恋愛までは至っていないようです。さて、前代未聞の事件から約2週間が経過しました。未だ病床にある市川猿之助さんに対し、警視庁捜査一課は断続的に聴取を続けているといいます。ここでポイントなのは、多生命身体にかかる犯罪を担当する部署でもある警視庁捜査一課が出てきているということです。そこで市川猿之助さんが語ったのは独自の死生観だったそうです。そして浮かび上がってきた事件の鍵を握る薬品名、市川猿之助さんの供述の全容と捜査の現状に迫っていきたいと思います。2023年5月18日に病院に搬送された直後から行われている市川猿之助さんに対する警視庁の事情聴取。捜査関係者によると、5月24日には本格的に聴取したが、猿之助の話は重要なところであまりブレていないと言います。市川猿之助さんは一体警察に何を語り、どんな思いを吐露しているのでしょうか。例えば事件前日のことについては次のように話していると言います。午後4時半から家族での話し合いを始め、結論が出たのは午後8時のことだったそうです。父親の市川段四郎さんは末期がんで要介護状態。話し合いは主に母親の信子さんと市川猿之助さんの間で進められたのだと考えられます。市川猿之助さんを悩ませていたのは翌日発売となる女性セブンの記事でした。その記事のタイトルは、歌舞伎激震の性被害、市川猿之助コロナ拡散濃厚セクハラというものでした。市川猿之助さんの供述はこう続きます。こんなことを書かれたらもう生きていても意味がない、家族みんなで死のうということになりましたとしています。5月18日午前10時過ぎ、自宅の半地下の部屋にあるクローゼット内で意識朦朧とした市川猿之助さんを発見したのは40代の男性マネージャーと60代の女性マネージャーでした。女性マネージャーは、女性セブンの記事が出る影響でマスコミが集まってきていないかを確認するために自宅を訪れたといいます。そして市川猿之助さんと連絡が取れないのを不審に思い中に入ったのだといいます。また市川猿之助さんは聴取の中で独自の死生観についても明かしています。私たち親子は仏教の天台宗の敬虔な信徒で、死に対する恐怖はありません。自殺が悪いことだとは考えていません。私たちは輪廻転生を信じています。生まれ変わりはあると本気で考えていますと述べているそうです。そして注目を集めている心中方法についてはこう供述しているそうです。一番楽に死ねる方法は何かと家族と考えた末、薬がいいということになりました。そこで自宅にあった睡眠薬をそれぞれ飲み横になりました。父と母が息をしていないのを確認してから下に降りていき、そこで首を吊りましたとしています。そして市川猿之助さんの自殺報道が出てから香川照之さんとの関係も話題になっています。市川猿之助さんと香川照之さんはお互いに親戚でいとこですが、以前は面識がなかったようです。その後祖父母の命日で偶然会ってから親交が始まったといいます。2023年現在では仲がいいようです。
ドラマでも共演するようになり、お互いにサポートすることもあると言います。ネットでも言われるほど現在は仲がいいのでしょう。いかがだったでしょうか。今回は市川猿之助さんの供述からわかる死生観について見てきました。そして市川猿之助さんの結婚しない理由、そして歴代彼女の噂についても見てきました。結婚しない本当の理由はどうやらお姉疑惑が原因ではなく、面倒くさい、自由でありたいと思っていることが分かりました。また供述から死への恐怖はない、自殺は悪いことではない、生まれ変わりはあるとする死生観を持っていることが分かりました。供述から事実だけを聞き出すのは今回の流れから察するになかなか難しいことだということが分かります。例えば死生観について、それは一般的には通用しないと説き伏せてもかえって逆効果になることがあり、心理的に殻に閉じこもる可能性が考えられます。今回の供述内容を見ていると、今後事情聴取は困難を極め、なかなか難しい作業になりそうだと感じてしまいます。一刻も早く真実が明らかになることを願ってやみません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。